ゆうだ、ゆま、ひやが、あい、パグ勝ってる人大体じゃんけん強い、ヤマト、かがたです。今日は何？今日は祭典。本日は YouTube クリエイターの祭典 YTFF 当日です。お願いします。僕たちコムドットはですね、なんと今年で3連続出場させていただくことになりました。いやー、めちゃめちゃすげえじゃんか。敷居の高いイベントですから、その毎年毎年当たり前に出れるわけではなくて、やっぱりその年その年でしっかり活躍しているクリエイターしか出れない、そういう祭典にはなっているので、まあ、今年もありがたいことに出させていただけるぞと、はい、いうことですね。去年一昨年の思い出なんかあったりしますか？去年一昨年か。あ、だから去年はすごい写真撮ってたよね。ああ、レジェンドの方々。ああ、ヒカキンさんと、うん、いや、あれすごい写真だったよね、しびれましたよね。震えだな、あれは。その写真と同時にあの回ってきたツイートで道開けろのツイートあったじゃないですか。あれから3年らしいっすよ。おー、やばくないっすか。一昨年ぐらい3年。おお、マジか。で、じゃあ道開けろから2年であの写真撮ったのすごいねみたいなのをツイートしてくれてる。あー、確かにな。そう考えると確かにすげえな。確かにそれはすごいよ。道開けろって言ってからだから、すごいスピードで走ってたね。ね、逆に夢を与える投稿だったんじゃないかなっていうね。確かに。今新しくこう YouTube を始めた子たちにとっては、え、2年でみたいな。確かに早いな。早いわ、うん。そうやって生意気に短歌切った後輩と写真を撮ってくださる先輩が本当にすごいんだ。あ、まあそうだね、それはあったかいわ。本当にあったかいんだけど、僕たちとしてももうがむしゃらにやってきた2年で、そして3年連続で YTFF に出れるということで、本日も引き締まって頑張っていかなければにゃらんと。はい、で、 YTFF ということで、まあ、様々なクリエイターが集まるわけですよ、うん。まあ、スカイピースだったりバンバンザイだったりクレマグだったりムクエナだったり、はい、もう仲良いクリエイターがたくさんいるわけです。あの、昨日リハーサルもあったんですけど、もう本当に和気あいあいとして、うん、素敵な空間だったわけじゃないですか、はい。で、今回の YTFF のステージは僕たち2ステージ出演させていただく予定で、1ステージ目がコムドットステージ、僕たちだけで出るステージが1個ありまして、うん、で、もう1つが、スカイピース with フレンドステージということで、うん、俺らはバーターだ。ずっと完全なるバーターでしょ。俺ら4人は特にバーターだらけだ。それは言わなくていいんじゃない。バーターまみれってこと。じゃあじゃあ、俺らのステージは別にバーターでもない。あれバーターじゃない。あれバーターじゃない。いや、あれはバーターだ、ね、じゃあ、あれはバーターじゃない。あれバーターだね。まあ一応ステージの構成としては、浦須さんがまずこうジングの歌う、はい。で、僕たちは、手をそうなんだよ、本当に久しぶりになんか恥ずかしいと思った。本当これ当日来んのかっていう、まあ、結構な空気感にはなりましたでもそれだけでは終わらないぞということで、うん、そこからですね、センターステージの方に歩いてみて、うん、なんか暑いなーなんつって冬服を脱いで夏服になったところで、これルックアット雑誌これユーマ読書っていうのがありました、ね、2年続パーターにで、僕たちはやっぱ愛の手をやらさせていただけるということで、うん、あ完全にあの今年の浦田さんのアーティスト活動に乗っかっていくことで、やまあ、波乗りですよ。やっぱ本当にね、俺は昨日思ったよ、5人の曲が欲しいなと。あそこでさ、5人の曲が1曲あればね、そうだよ、1曲あればバッチリ決めれるわけやん、うん、で、わ、コムドットやっぱ5人ですごいってなれるわけだけど、うん、ギャグ集団なもんね。いや、ギャグいね、本当に完全なるギャグ集団なもんね。俺も俺で若干気まずいし、いや、気まずいよね、俺も一人で歌って、うん、僕たちのステージはですね、もうすでにもうこの動画出してる時はもう YouTube の公式チャンネルからもう配信が終わってると思うんですけれども、まあ、当日どうざわつくかっていうのはちょっと僕たちも不安ではある。いや、ほんと大丈夫だったんかな。いや、でもまあ逆に余裕があるから、俺らはファンの人の目みたいな。いや、まあね、まあね、しながら、いや、まあほんと余裕しかないって感じだから、ね、そう頑張ってください、ね、頑張ります。楽しんでいただければと思います。はい、で、一緒に楽しんでいこうぜね。あの、それだとバーターになっちゃう。お前が俺らをバーターとしておいたら終わりよ。そうだよ、一緒に楽しもうね。一緒に楽しみましょう、皆さんよろしく頼むわ、ゆうま。ゆうまだけこの日のためにめちゃくちゃ練習とかしてくれてるから。でも、コムドットスイーチはそんな感じで頑張ろう、コムステ。そしてもう一つがスカイピース with フレンドということで、あの、スカイピースがね、この間 YouTube の曲を作って、で、そこにあの僕たちを招待してくれて、で、まあいろんなクリエイターが出てね、一曲作ったんですけど、それを実際ステージの上で披露するということで、こちらも完全にバーターと、ということでですね、もうこれしょうがないですよね。これはしょうがない、スカイピースメインのこれは本当にいいピンのバーターで、うん、あ、ちょっとあのダンスがあるんでそこだけちょっと不安だぞみたいなのはありますよね。ダンス不安だね、やばいね。久々にやるもんな。昨日はダンスやって帰ったっけ。いや、俺らそのリハ途中で、そうだよ、次の週に行ったけど結構できてる、うん、できてる。あ、本当。やっぱね、頭に入ってた。こうだよね、こうやって一緒に笑おう。あ、ちょっと違う。え、ちょっと違う、リハしたと思えない。あ、リハしたと思えない。え、こういう感じで出てきて、こういう風にやって、こういう風にやって、こういう感じ。センスないんだ。あ、違う、合ってるけど、こうやって、こういう感じじゃない。あ、そこは
そこが俺らのそのちゃんとしっかりやらないといけない、うん、で緊張入れなきゃいけない、うん、そうそうそう、やっぱそのステージがあるおかげで今年は YTFF めちゃくちゃいろんなクリエイターが出るわけですよ、うん、いつもこう仲良くコラボ動画とか撮らせてもらってるクリエイターがたくさんいるということで、こういう風に一気にたくさんのクリエイターが集まる機会って少ないじゃないですか、なんでせっかくだからちょっと企画を撮りたいなと思いまして、これ全員が集まった時どうしても撮りたいとずっと考えていた企画、ついに今日ぶつけたいと思います。ということで本日の企画、どんな人でもモノマネ1個は持ってる説。ちょっとアムギリ企画みたいな感じにやる。あ、マジでそうじゃん。説は、はい、あ、マジじゃん、無理企画みたいだわ。ぽいじゃないですか、うん、一応これ思いついたその発端の事件がありまして、僕すごいモノマネ昔から好きで、多分中学校の頃からやったりしてやってる、でもそれはもうみんなも知ってると思うんだけど、3ヶ月前ぐらいから社員とかメンバーとかとダベってる時になんか俺が多分モノマネしたんだよ。でまあみんな笑ってくれてたりとかする中でパッと乙部が目に入ったわけですよ。で乙部さ、福山雅治のモノマネできるって適当に振ったわけですよ、うん、まあできるけどみたいな感じでこう出てきてくれて、まあ、やってくれたんですけど、もう全く似てなくて急にやらされたからね。そう、全く似てなかったんだけどやっぱ結構笑ったじゃん。いや笑った。ゆうたとかめっちゃツボってて、その、まあ、断るたびにちょっと乙部マサールさんもらっていいみたいなくだりはできてるんですよ、まあ似てなくておもろいみたいな。逆に似てなくておもろいんだけど、で、あの乙部に聞いたら一応乙部のお箱は福山雅治さんだったらしい。えぐいの引き当ててるやん。そうで、たまたま1個引き当てたんだけど、そこで思いついたのが、まあ、誰でも1個ならモノマネ持ってんじゃねえかって。なるほどなるほど。仮説にたどり着いて、まあ、それが似てても似てなくてもどっちみち面白いっていうところから、うん、まあ、まあ本日はいろんなクリエイターにちょっとあのインタビューして、でそこでモノマネできるかできないか、 できる場合はちょっとやっていただくということで、うん、企画を進めていければなと思います。はい、はい、まあ、皆さんにやっていただくわけですから、まあ、僕たちも軽くなんか1個、うん、はい、まあ、お箱と言われてるものをちょっとここに出してみたいな。いや先やる。あ、まあ似てるけどいい。あ、おー、もう似てんの。おー、ロックリーデ。うえ、意外な。昨日たまたま TikTok に流れてきて、まあ、俺に似てんなと思って顔とか声とか。ああ、じゃあちょっとお願いしていいですか。来なさい、ガーラ君。言ってるだけだよ。似てた。来なさいガーラ君って君が言ってた。思ったより似てるからねこれ。いや思ったより似てたけど、その即席で作ったものを持ってきたっていうのがまず面白いし、若干似てんのも面白いし。今作ったからね。ナチュラルに似ちゃってんな俺にと。あ、リーが。そう。だからちょっと若干寄ってあげるだけで。ああ、そうそうそう。もう形とか寄ればいいだけ。なるほどね。ナイスモノ。ありがとうございます。次いける人。全然これ全員機能。あ、じゃあゆうさんお願いします。僕はもう黒ひげ危機一発ティーチ。黒ひげ危機一発ティーチ。一発ギャグや。 D みたいに使ってるけど黒ひげ危機一発ティーチを。まあ普通の黒ひげティーチなんだけどね。そうだね、コラボしてるわけじゃない。普通のティーチさん。あ、じゃあこうなる。一発の時の黒ひげとかそういうことじゃない。一発ギャグかと思って今普通ふざけて言ってみたんだけど、そしたらそんなウケるとは思わなかった。そうそう、いきますよ。食ってみろこのチェリーパイ。え、そこ、え、そこまで。いや、一回ごめん。ちょっと待って、そこまでこのチェリーパイ。ルフィに話しかけてる時の黒い人の夢は終わらねえ。いや、それで行こうと思ったんだけど、それだと受けるもんも受けないなと思ったから。受けるもんも受けない。それだとおお。そうそう、別のセリフチョイスしてみたら、食ってみろチェリーパイ。このチェリーパイ草のうめえなとか似てはいたんだよ。まあ人の夢は終わらねえやれば多分似てるってなる。まあまあまあ、まあ、伝わるからね。ありがとう。女優さんは黒ひげ危機一発ティーチ、一発ティーチさんで。じゃあアミューさん。僕はエスポの島袋。おお、身近ですね。いや、 YouTube クリエイターで伝わりやすいかなっていう他の。なるほどなるほど。じゃあお願いします。ということで早速やっていってまっしょー。ガガガガガ。今のハンクです。いや、ハン君が一番似てるわ。でもマジハン君だったよ。でハン君はマジ似てる。もっちゃんはほぼあっちゃんだから。あっちゃんだね。ほんとあっちゃんが普通にふざけてる。俺か、ハン君のがいいか。ハン君のが似てる。ハン君のがいいや。まあでも似てます。似てた、あれ声めちゃくちゃ似てましたね。あざっす。あざっす。あざっす。僕はミッキー、グーピー、ドナルド、三連単やりたいと思います。すごいけどな、そのギャグっぽい感じでいくよ。パカ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 。すげえ。三連単。え、はい。ドナルドすごくね。お、すげえ、マジすげえ。え、グーフィー、グーフィーは。おお、で、ミッキーは。
無茶振りすんな。うわこの声で目見られてんだぞ俺。しかもさ、最初が似てただけにさ、やばいね。落差すごかったね。いや今のちょっと最初は2個すごいのに落差。いやダメだ、ちょっと落差すっすね。いやすごいわ、やっぱユーマって男。いや面白かったっすね。似てたしね、普通にな。まあこんな感じか。結構おのおの、まあ、1個はあったね。ありました。いやラスト僕の番なんですけど。あ、やってくれんの？やりますよ。あ、名人だからもうやんないのかと思って。いやいや、やります。逆に何聞きたいとかあります？え、けどグーフィー、ミッキー、ドナルドの3連単みたいな。やったことないんだけど。そう、逆枠にされるのすごい嫌なんだけど、俺の得意な企画だし。だってユーマもうすごく似てたから。ヤマトもやっぱ一番すごいみたいなことや、この名人ならね。で、その、いけんのかなみたいな。じゃやります。まあせっかくいただいた機会なんで。なんだっけ、順番なんだっけ。ミッキー、グーフィー、ドナルド、3連単。行きます。バカラ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 。ほっほっほっ。おおお。それは俺は悪くないよね。最高だなお前。いやミッキー出てたっけ。マスターよ。めっちゃ似てるやん。いやまあけど、うん、やっぱすごいって感じでした。グーフィー、ドナルドはまんまるじゃん。似てる。俺のターンこれで終わんの。何がしたい。え、なんでもいいっすよ。だってお前できんも多すぎるからさ。お箱出せや、お箱。じゃあスティッチやろ。あ、スティッチ。わかりやすくスティッチ。急に女子みたいなものまで出してきた。じゃあ言ってほしいセリフとか逆にくれれば、俺の決まったセリフだったらできて当たり前やん、そんな。あ、スッチーはできて当たり前やん。じゃあ、あれでいいんじゃん、言うたらいいっすか。食ってみろこのチェリーパイ。食ってみろこのチェリーパイ。食ってみろこのチェリーパイ。おスティッチで言うね。じゃあデフォがスッチを引きながらの感じだもんね。その食ってみろだから。あ、結構むずいんじゃないか。じゃ誰に食わせればいい。ヒューガとかユウタとか。カズエ。カズエにじゃあチェリーパイ食べさせます。スッチスッチスッチ。おお、カズエこのチェリーパイこっちだろ。いや、よかったんだけどね。スティッチやっぱそのスティッチだがの音がやりやすいの。スティッチだろ。カズエカズエこのチョレーパー食べてみろ。だんだん人間の感が出てきちゃう。難かった。だんだん出てきちゃうね。いやまあこんな感じですよ。いややばい、もう朝から腹ちぎれそうですわ。やばいね。やっぱモノマネをこう無理やりやろうとするとそうできてもできなくても面白いっていうのはあるんです。まあ、本日は意外とモノマネ上手い人もいるかもしれない。そうだな、うん、確かに。そういう人の才能をこう世の中にバラしていく、うん、会場でいろいろインタビューしていきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということで気合い終わりました。カラフルな、カラフルな感じで、まあ、今日はルックアットザシーがあるんで、うん、その時の衣装ということで、なるほどな。はい、まあ、決め込んでますけれども、はい、まあ、早速ガンガンインタビューしていくよということで、はい、登場していただきましょうか。バンバンザイよりミュウさん、ルナさんです。お願いします。お願いします。どうぞ。お願いします。こちらへどうぞ。あ、じゃあ挨拶せっかくなので一斉なのでバンバンザイ、ルナです。ミュウです。お願いします。はい、ギスさんは今日から2人で活動するんです。あー、よろしくお願いします。はい、まあ見せたんだね。熱多いからね、本番熱多い男っていうのがなんか難しくなってきますから、はい、ちょっと、はい、元気ですか最近は。はい、めっちゃ元気ですね、うん、この間ルナちゃんと一緒にお酒飲ましてもらって、はい、まあ、ガチヤマくんとかヒロトくんとかカッシャンとかいろんなクリエイターいたんですけど、祝いに来てくれた。そう、祝いに、この回の誕生日会で祝いに来てくれた。俺も闘魂注入されたもん、ちゃんと。いや、闘魂注入系の人だよ。お祝いの闘魂を注入された。ちゃんと一応飲ました。飲ましてる。優雅さん飲んで。誕生日だから、誕生日だから。で、みゆちゃんだけちょっとその時違う場所にいてちょっとこれなくて。あ、そうですね。美味しい飲みたかった。違う場所、違う場所って、違う場所って。いや、じゃあ東京にいなかったっぽくて。あ、そうなんですよ。え、それみゆちゃん、ほんと？あ、ほんとです。え、ほんと？私、韓国って言いました。そうそうそう。あ、じゃあ韓国行ってる。そうですよね。韓国って言いましたっけ。え、あれ、怪しくない？パチパチ。次の日撮影だったよね。あ、そうそうそう、日帰りで帰ったので。うわ、まっくれたんや、あの時。たんだ。連絡は来てた。おめでとう。みゆちゃんのその話を聞いた時に俺一瞬であれやってんじゃん思ったんだよね。なんかわかんない。ごめんなさい。全然いいんですか。何がどうですか。私ですか。あ、普通に家で永遠のゼロ。先に永遠のそう言って友達だから。その、ゴリゴリやんないから別に。それはヤマトがそのいろいろゴリゴリ誘ってくるって
思っちゃってんだもん。なるほどね、分かったんだ。本日の企画はですね、2人のモノマネ見して、え、もうだるーだるー、やだ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 、普通にさ、これやっぱやだよ、やだよ、てかもう出番出せるな。あ、そうじゃん、そうじゃん、レームレスのやつ行かないといけない。あ、そうやばいやばい、うちょっと暇って言ってたね、今ルナ暇してるね。予想外、だってヤマトも言うとき嫌だろうなっていう顔しなんか笑っちゃったから。モノマネ見してじゃなくて、モノマネ人生によって一つぐらい持ってるんじゃないのっていう質問で、そう、説なんだけど、なんか一つでも、なんでもいいよ、もうニャンチューとかのニャンチューだニャーンみたいな、その短いやつでもいいし、がっつりなんかお箱があるんだ。じゃあもうルナちゃん無事言うよ。マジで考えてくれてたんじゃん。ルナちゃん考えて、今どうモノマネせずにそのインタビューの方が考えてた。いや、それヒューガぐらいしかやんないから、そういうの考えてくれてたんだよ、ちゃんと。今本当に考えてた。いや、あの、なんだろうな、なんか持ってるかなみたいな。優しいわ、めちゃめちゃ優しいわ。これがマジの方で言うと、メンバーでモノマネするんだけど、めっちゃ下手なの。あー、なるほど。何が下手？全部全部、本当に全部。みゆちゃんはうまそうだけど、みゆちゃんめっちゃ持ってる。おお、めっちゃ持ってる。なんか一個だけそのえりすぐりのやつにしてもらっていい？じゃあミニオンのモノマネします。目つぶってもらって。はい、目つぶ、声を。バララわだからバラ、うますごい。携帯流した。すごい、うまっ、なにこれ、え、なんでバレバレ、ブレブレブレみたいなね。ちょっとできるの、やばい、ちょっと分かった。今のやろうとしたらどうなる？一回目つぶって、いきます、バラ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 。いや、ルナちゃんや、ルナちゃん帰りたいって言ってんじゃん。今のでできてるわ、もう一個もらえたわ。いや、でもありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、聞こえないしね、無茶ぶり聞こえ、ごめんね。恨みだね、これは。まあ今度その分お酒飲むんで。いや、別にお酒でとかじゃない、うん、普通にね、もっと返してほしいよね、時間を。時間を返して、時間を返してほしい。はい、すいません、ありがとうございました。すいません、頑張りましょう。お願いします。お願いします。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう、みんなたち、ありがとう。はい、ということで、今っち来てくれました。よし、お久しぶりです。お久しぶりです。今年ね、あのサビ早歌いドライブでコラボしてもらって、その時に渚出したんだよね。そうだね、あれ夏ぐらいだったんだ。夏です、夏前ぐらい。そっからもうさらにすごい活躍してて、あの韓国の MMA に出演してたりとかして、あれ日本人初ですね。いや、かっこよすぎる、普通に。いやいや、あそこに並んでることがね、すごい沸かしてるしね。ルセラと TikTok 撮ったりとか。やべえよ。で、ほんとやばいよね。だって曲ね。いや、ありがたいことに。どうなってんの？いやいやいや、全然。もうユーマはなんかちょっと飯行きづらそうね。もうなんか上がりすぎちゃって。いやいや、行ってますよ。うん、行きました行きました。行ったんだね。え、大丈夫だった？なんか変な話とかされなかった？はい、全然。楽しく。ユーマってどういう感じなの？その飯食いって。珍しいですか？珍しい。後輩連れてこと珍しいし。あ、そうなんですか。え、でもなんか普通にすごいいいご飯を送っていただいて。あ、ユーマの出世だね。さすがにそう。先輩の美味しいお店。うん。話の内容は？もうありがたいお話いっぱいしていただきたい。ありがたい。ありがたい。エロい話。先輩から先輩からのご教授いただきました。ご教授いただきました。いや、そんなね、もう勢いが止まらないイマッチなんですけれども、今回の企画はイマッチなんか一個モノマネ見せてくださいという企画で。なるほど。なんかもしモノマネなんか得意なやつ持ってたら、ちょっと見せてほしいなっていう。モノマネか。持ってる。持ってないですけど、好きなモノマネ。お、わかる。はい、あのザコシさんのナドルさんのモノマネがすごく好きで、あの誇張したバージョンの。じゃあそれやります。おぉ、度胸すごい。ハードル高い。 MMA とか出てるからもう度胸が違うんだよ、半端ないから。普通のナドルさんが言っちゃってる。ああ、そうだね。に対して誇張したナドルさんが言っちゃってる、やっちゃってる、言っちゃってる。おぉ、しゃっ、よっしゃ、おいしい。フルでやってくれてたよ。あれめっちゃ好きなんだ。あれ好きなんだ。好きなんだ。えぐくない？これ得意なモノマネじゃなくてさ、好きなモノマネを。度胸としていかつすぎるって。勢いアーティスト。もう言っちゃってる、言っちゃってる、言っちゃってる。あれめっちゃ好きなんですよ。
ほら好きって言ってるからこれは人として人気出るわいやすごいわマジで。え、で映画の主題歌みたいなのやってた？あ、やってましたね。あの鳥山明先生の、サンドランドというあのアニメーション映画の主題歌を。本当にすごいわ。さらにはレコ大撮ってますからね。そうだよ、ね、ユミさんだよもう。ありがたいです。やばいね。出たら切りないよ。だからまず来年もね、はい、機会あればぜひ一緒にどうしたりとか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうマッチ。ありがとう。ということで、ムクイナのお二人が来てくれました。あ、実はあのこの間の日向ゆうまの誕生日会に二人参加してくれて、はい、その説ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね、マジで超嬉しかったよ俺。本当に夜から来てくれて。もう酔ってましたけどね、いやいや、それはもう、それはそうよ。それはしょうがないでしょ。最初、あのメンバーと社員と地元の友達だけで20人で飲んで、そこからちょっとクリエイター呼んでほしい人を聞いて、で、二人呼んでほしい人をして呼ばせて。なんか、いや、言っていいのかわかんないんだけど、あいつ泣いたよね。あいつ あいつっていうのはエナっていうやつの話なんですよ。だからあれじゃあすごい悲しい、そのあったね、悲しい気持ちがあったの。エナピー多分一流の男の子に振られたとかだからもうそのレベル。もうじゃないとだってああいうことになんで、じゃあなんで泣いたかだけちょっと言ってもらっていい？限定のつむつむがもらえなかったっていう。その飲み会中にその期限を過ぎてしまって気づいたら終わっちゃったんだね。気づいたらそうだったんだね。いや俺それ聞いてマジかわいそうだな。優しい俺、お前優しい心ピュア。俺ミナピどうしたんだよこれと思って。もう二度と手に入んの。もう二度と手に入んの。年末にもしかしたらなんか復活があるかもって。あとはもうボンさんがつぶつぶにもう泣き合ってくれるかの二択ってなりました。めっちゃ言ってきたね。そうだね。じゃあもうヤマト君これつむつむに何とかして言ってくれないよ。だって私欲しかったんだもん。びっくりしたよね俺らはね。でもあれは酔ってたってよりか普通に悲しかったよ。本当に悲しかった。だけど泣くわそれは。いやー本当ありがとう。本当その話が。したって。え、これ。もうありがとう。あ、おしまい。それだけだった。いやそれだけだった。違うなくて。違う。そう本企画っていうのはありました。危ない危ない。本日の企画なんですけれども、二人の一押しのモノマネ見せてください。モノマネ。お箱モノマネ。怖い。怖いよ。待ってめっちゃ怖い。この人たち。怖い。え本気ですか？いやあのあるっていう質問。そうあるっていう質問。あるっていうまず質問。あるかないか。もうモノマネとかやる普段。やん一番やんないよね。僕とかはもう全然やんないと思う。あんま一番やんないか。えなとかやってるし。私その小学校の先生のモノマネとかしかやらない。地元の子は絶対笑うみたいな。じゃあそれ見たいか。見たい。それ見たの？わかんない。いやいやいや、わかんないじゃないですか。キャラクターモノマネ。あだスティッチとかさ、いろいろあった。やってみて一回。あじゃあ一回見本。スティッチ。おお。はい。それはどうやって言ってんの？あ歯をつけたまま。スティ。スッチーほんに、そうそうそう歯つけたままスッチーって言うのがすごいスッチーあ、でもいけそうじゃないですか。ちょっとスッチーちょっとムクやってもらっていい？スッチースチッチーかわいいかわいいできてますよ。できてます。出たと思えない声じゃないよ。まああと一応グーフィーとかあ、いい。その三連単もらって三連単。じゃあミッキー、グーフィー、ドナルドの経営家で三連単とかあるんですけど、いや、一人ずつゴールしていくから順番にゴールしていくから。1位、2位、3位で入っていく感じをやりますか。ドナルド、ミッキー、グーフィーとかでもいけます。あ、いけます。その順番はいけます。ドナルド、ミッキー、グーフィー。はい。ミッキーだよ。お前どんなゴールやねん。ミッキーだよ。ミッキー穴だ。苦手になっちゃう。持ってないんだやっぱ。いや持ってない人が多いよ。うちもだって持ってんの。ユウマとヤマトだけなの。あとユウタのチェリーパイか。チェリーパイ。チェリーパイ。ワンピースのこれ知ってる。わかる。キャラクターわかります。本当。人の夢は声もわかる。あわかります。あ黒ひげ声。あそうですね。伝わり。ムクにだけでもいい。えどっちがいいかな人の夢。いやチェリーパイ詳しいね。うちゃんのムクの目。ムクに言うぐらいの。ちょっともうちょっと前に。ルフィだと思って。いくよ。食うかこのチェリーパイ。見てんの。
どう？そのオープニングより似てなかったよ。似てないな。じゃあなんかスティッチの歯の食いしばり。俺も後ろでやるから。そうか。すみません、こんなめちゃめちゃな企画で。すごいこの企画ね。ちょっとさっきまでなかったんですけど、一応ですね、ここにえ最新グッズ？はい。ちょっとアンバサダーの2人に。あ欲しいものをお配りしようかな。やばー、ヘアバンドありまして、はい、あとこれまだ世の中出てないんですけど、ヘアピン、これめっちゃ欲しい。かわいい、これかわいい、かわいい、まして、あ、じゃあもうこうパッてあれして引いてもらおうか。確かに。あ、このかぶったらかぶった。どれがよろしいでしょうか、お姉さん。決まりました。あ、決まりました。はい、決まりました。おー、好きなやつ指置いてください。はい、せーの。おー、やにやに、ドニールピン、いや嬉しい。いや、嬉しい。確かにここについてたら可愛い。うん、まあ、なんか存在感あってね。バンドは大丈夫ですか？欲しいです。欲しいです。でも私もこれ決めてます。あ、決めた。うん、決まってる。あ、決まってる。はい、じゃあせーの。はい、せーの。あ、一緒だ。うわー、取り合うなよ。おい、ささやかなお礼でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。頑張りましょう、今日も。はい、頑張りましょう。頑張ります。頑張ろう。はい、ということで続いてはキリちゃん来てくれました。イエーイ、2分散歩。久しぶり。久しぶりっす。うん、久しぶり。戻っちゃった。どうですか、元気ですか最近？元気だよ。結構海外行ってたよね。そうだね、台湾行ってました。台湾行ってたね。いろんなとこ行ってね。え、ちょ、どこ行ってたか、ヒューガの方向いて行ってもらっていい？台湾。台湾行ってたの？台湾行ってた。え、台湾に行ってたの？台湾行ってた。あら、楽しかった。楽しかった。あ、いいね。よかった。なんか俺が楽しむより嬉しいわ。キリちゃん楽しんでる。俺は知らないね。俺が楽しいことより嬉しい気持ちなんだ。それは分かんない。久しぶりだね。早速今日やってる企画、はい、いいっすか。うん、今日の企画はキリちゃんのモノマネなんか持ってる？オタクモノマネなんだ。あ、任せてください。待てるの？私いっぱい持ってる。おお、いっぱい持ってる。いっぱい持ってる。一番得意なやつみたいな。とりあえず一番最初に私がモノマネを一番初めに人生でして、あれすごい似てるってなった。おお、何だ。え、これもういいの？いや、もういい。全問芦田愛菜のモノマネをする八代優さん。おお、モノマネ。モノマネ、あ、いや、芦田愛菜でいい。似てんだもん。そう、マナちゃん似てる。じゃあ振りからお願いします。ドラマ「マザー」でのマナちゃんがお母さんに電話するシーン知ってます？知ってる？見てない、見てない。でもこれ見たら思い出す。あ、思い出す。それすごいよ。それぐらい似てるかもしれない。いくよ。お母さん、いつ迎えに来てくれるの？つぐみ、母出るよ。うわー、すごい、かわいい。やばい、かわいい。お前だけ感想間違ってる。やばい、かわいい。似てる、似てる、似てる。マジで似てる。よかった。え、他はあるんですか、なんか出してもいいやつ。他、ちょっと待ってね。え、スティッチとかできる？あ、もうスティッチできるよ。え、できるの？そんなもう、女の子ができるようなやつはもうできます。あー、強いね。かっこいい。スティッチ、スティッチ、一応ね。はい、どうぞ。ショットチー、やべえ、めっちゃやべえ。似てる？え？嘘、似てるのどよめきかと思った。いや、やべえ。似てるのどよめきかと思ったの。やっていいじゃん。いや、やって。オッケー。ストッチー。あ、オッケーオッケー。あ、いける。学んだ。いける。忘れてた。うん、ショットチー。あ、すげー。さっきよりは似てない。似てない。ショットチー。え、似てるよね。ゆうたぐらい似てない。ゆうたが一番できないから、スティッチは。ゆうたダメだから。いやいやいや、キリちゃんだからね。キリちゃん、キリちゃん。あ、芦田愛菜ちゃんの。いや、ガチに似てた。めちゃくちゃ似てたわ。新しく知ると一面になりましたよね、これは。キリちゃんのね。確かに確かに。また一歩ね、進んだね。何、一歩進んだね。どういう合いの手それ。何に進んだね。ゴールに。また一歩知れたね。あ、キリちゃん。いや、熱いですよ。近づいてきてる感覚は。いや、ない。大丈夫、キリちゃん。なんかヒューガがずっとやっぱさ、キリちゃんが推しだみたいな。キリちゃんからしたら友達じゃないの、ヒューガ。いや、友達よ。そうだよ、俺の友達。私ずっと友達です。すげえ壁作られてる。私友達です、もう。いや、むしろ近づいてきてくれんじゃん。来てくれてるよね。
俺からそう、仲いいですよ。だからさ、俺とゆうたさ、キリちゃんとさ、二人で動画撮ってさ、やられてるわけやん。ああ、誘惑ね。誘惑、あれおもろいよ。そろそろね、うちのメンバーから誰か一人誘惑の企画どうする宇多田かな。行きますよ。これに誘惑けど、あの企画はぜひみんなで体験してほしい。いや俺見た、見たけど無理よ、俺は。最高だ。お前ら、だから舐めてるそう、舐めてるよね。舐めてるっていうか、友達だと思ってそうなんだ。あ、そうだね。いや、俺も思ってる。俺も思ってる。お前、しましまやん。ドゥブっちゃってるよ、お前。初めて思いっきりドゥブったわ。思ってるよ。いや、俺も思ってないですよ。いや、けど、一回も悪いことはしてないからね、俺は。もちろんもちろんもちろん。まあね、褒めてる。さっきも俺が勝手にキリちゃんの楽屋入ろうとしたらちょっと怒られました。よくないよ。よくないよ。いやいや、先に勝手にやっちゃダメだよっていう。ナイスモノマネでした。ありがとう。素晴らしい。ありがとうね、本当に。ありがとう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 。キリちゃんでした。キリちゃんでした。キリちゃんでした。はい、ということで、じんたん来てくれました。お邪魔し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 ました。もう帰っちゃうんすか。え、待って、ジンタと動画撮るの久しぶりじゃないですか。いや、なんか久々な気するな。確かに、頑張れよね。頑張るんだ。先輩先輩だよ。ずっと昨日リハーサルからさ、あい、ジンよろしくみたいな。もうでも今来てくださってるのはジンタンだけなんですけど、もともとあれですもんね、スカイピースっていう二人組で、あ、二人組で手を組んっていうような、もともと相方がそうなんですけど、今ちょっと時間の都合でね、そうゲームしてて今だから、やっぱもう二人とも大スターですから、もうソロ出演でも大丈夫だぞという。大丈夫か。いや、今回の企画なんですけれども、何、ジンタンってモノマネ持ってますか。ああっていう企画でしてですね、いろんなクリエイターにまずモノマネを持ってるのかっていう質問をさせていただいて、うん、持ってる場合はちょっと一押しのものを見せていただくっていうところで。おお、俺にしかないの持ってます。ええー、あんまイメージないけどな。そう、イメージないからこそね。結構やってないんだけど、多分かぶる人いないんだけど、ヘイポー。ああ、わかります。ガキの使い、ガキの使いとか、あの方の笑い方ができる。結構これはこれで高いです。へえ、見たい。お願いしてもいいですか。え、なんで、あと一歩やったら出るかどうか。持ってるだけでやってくれるわけじゃないかどうか別の話だけどね。ものすごい自信もあるし、持っててめっちゃ似てんだけど、やるわけではないらしい。それは俺がすごい失礼です。やってもらって当たり前にみたいな。じゃあ違うやつなんかないですか。違うやつ、モノマネで違うやつ、え、ない。ヘイポーだけだって。ヘイポー、じゃあなんとかそのヘイポー見せてもらうことができる。ヘイポーさん、いいですか。やりたい側になっておかしい。俺はやらせてなかったみたいな。一気にやりたい側おかしいっす。流れました。いいんですか。はい、任せてください。いきます。ビビった時のヘイポーさん。めちゃめちゃ似てんだけど、やば。いや、これはすごい方だ。苦しい。急に、なんでそこ真似しようと思った。なんかふとできるようになったんだよね。見てたら。なるほど。うん。言ってたの。え、結構似てるっすね。めっちゃ似てるっすね。逆に、あっちゃんの笑い方で言うと一個できるんで、誰の笑い方か当ててもらって。うん。あのオープニングでやった。はい、いきます。ちなみにめちゃくちゃ似てます。 YouTube クリエイターです。男だね。グループ系だね。ヤマト。あ、違います。うわ、マジか、わかんねえわ。ヤマトしかいない。俺からするとそれだったわ。もう一回できる。ははは、すぐ終わるんだ。すぐ終わるんですよ。まあ、要は笑ってないってことですよ。要は笑ってない。わかった。はい、ユーマだ。不正解なのが分かったですね。違った。え、悔しい。俺そういうの苦手なんだよな。正解はエスポーのハン君。ハン君か。俺ハン君笑ってるの聞いたことない。やばいっすよ。仲いいはず。俺の前で笑ったことない。めちゃくちゃハン君緊張してる。だってちょっとそれ意識して聞いてみろ。笑ってくれるの誰。俺の前で。なんかスカイピース企画で一回モノマネ100連発みたいなやつ。はい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 。その時にやっぱ探しますもんね。はい。そ、でも俺の相方がやばいです。おお。楽しみです。じゃあ後にちょっと期待という。はい。ちょっと楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張りましょう。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、とわちゃくちゃくれました。
やるに。なんか二人で来るのは久々さか。久々の気持ちも。初めてじゃない。二人は初めて。二人で初めての動画。二人での初めて。本当に。CDF のさ、リハーサルリハーサルの時二人でなんかさ、こういう感じでウェーイみたいな。あ、俺と一緒にネイルミスターみたいな。ああ、じゃあ全員。全員。ああ、そう。全員初。あ、そうか。確かに。確かに。まあ今日を通して撮ってる企画なんですけど。怖い本当に。若干ちょっと無茶ぶりみたいになってしまう可能性もありまして。カーニバル。いっぱいね、めちゃぶられてるしね。今までとんでもないぐらい飲んでー大和くん飲んでなあれが一番のめちゃぶりだからね、今までやあれ悲鳴を超えた方向だから方向だからドブランゴとかのやつあーってなるもんじゃあもう何でもやんないと、今日ははい、じゃあちょっと本日の企画を発表させていただきます。とは、あやちゃんモノマネ持ってる？そのままよ。モノマネ。本当に企画？いやこれはね本当にやっぱクリエイターの新たな才能を発掘したいということで考えついた企画なんですけど、まああんまりさわざわざモノマネとかってしないじゃん。だから実は持ってるけどねみたいなのがあればここでちょっと出していただきたい。そうないならないです。それは難しい。どうですか？あやさんあります？何個かあるんだけど、でもまあなんていうの、一番ウケるやつっていうのかな。ああ、そんな感じで迷いで大丈夫。すごいねその度胸がね。いいっすか、じゃあちょっと先に。男ウケとかはいいかなみたいな。ああ、ウケを狙っていく。男ウケがいい。いいかもしれない。モノマネ？なんか可愛くないみたいな。ああ、可愛いってなるし。似てるんですかそれは？結構似てるかな。中3からやり続けてる感じ。あ、結構似てないんだ。似てなかったすごいやばいね。えげつないすことになって、空気感がやばい感じになるの。でもちょっとなんか一瞬で終わっちゃうからすごいよく見ててほしい。ああ、オッケーオッケーオッケー。あ、見ていいの？見ていい。逆になんか目つぶって聞けっていう人もいたんだけど、逆に見たら。ああ、うん、どちらでもって感じ。ああ、じゃあちゃんと見たら見させていただきます。そしたらせっかくだし。いきます。コバティオ。だいたいモノマネって何々のモノマネいきますがあるから分かるっしょ、もうこれで激にね、激にね、だいたいもう一回見て。お待てよ。え、やばいこと言ってね。お待てよ。お待てよ。もうすごい下ネタだ。ワードとしてはお待てよ。違う。じゃあお待てよ。ごましよ。あ、お待ちよ。じゃあお待ちよ。お待ちよ。お待ちよ。え、お待ちよ。だ、多分滑舌が悪い人のモノマネしてる。あ、え、マジ誰？マジドラマ？なんかドラマ。お、ああ。わかった？いい。え、絶対合ってるわ。俺絶対合ってるわ。どうぞ。福くん。正解。なるほどね。福くんでしょ、めっちゃ。まあそう言われる。福くんとお待ちよ。思って聞いて。あ、オッケー。もう一回やってくれるんだね。お待ちよ。おお、なんかごまひよ、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 ごまひよって言って、大げさにやんないと、ああ、エンターテイナー、やけどいいわ、いいっす、それをずっと持ちギャグとしてやって、うん、中3からやり続けてます、そうか、昔のドラマだもんね、なるほどね、ごまひよ、いやでも素晴らしいもの、素晴らしい、マイナーですよね、ごまひよ楽しい、いやいいけど、そのぐらいの位置はいいよな、あります、私ですか、私も1個だけ。聞いたことない。唯一高1ぐらいからやってるやつ。長い。これまた長い。気になる。知ってる？知らない、聞いたことない。ほら、すごい企画じゃない？実はあるのに出してないやつ。しかも高1とか中3が温めてるやつが。結構こすってるやつが。見たい見たい。すごい。これはもう名前を言いながらやっちゃうから先言いますね。私はエルモやります。おお。エルモ。エルモ。エルモのモノマネは結構なんか。好評っていう。ああ、なるほどっすね。やばっすよ。待って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 前出てる。あ、どこ出てる。押しすぎたね、今。じゃあ、しっかり聞いていただいて。はい、はい。いきますね。エルモだよ。チームワーク。チームワーク。チームワーク。どう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 チームワーク。どう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 。まあさ、飲み会の時にさ、イケメンがいる時の喋り方と同じなの。それのツボだったの。俺らはね、わかんないから。わかんないところでそうだよ。イケメンいる時の喋り方と変わんねえから、それ。ちげえから。似てません、似てません。どうどうどう。どう。若干芦田愛菜ちゃんみたいな。え、嘘やん。飲み会の時のトーン。うん、なんか、え、やばいみたいな。あ、そういう感じなの。やばい。いい男いるとそうなる。結構なんか、ああいう飲み会しません、私。普段、コムドット以外の
るときはもう結構なんか出る出る乾杯なんで俺らがいるとやっぱりなんか先輩なんで結構安心しちゃってやっぱいろいろ外れちゃう色恋とかじゃないの色恋とかじゃないから飲めとそういやでも嬉しいですよやっぱこれぐらい距離が近くなってそう言ってもらえる確かに確かに一緒に楽しく飲めるのもね素敵ですよね大丈夫ユーマちょっとあやちゃんビビっちゃってるみたいになってるけどビビってねえぜあれだけやったらあの三連単のやつだけ見せてくれたユーマのねモノマネがあんのそれだけ見てちょっとあ見たい見たい見たいミッキー、グーフィー、ドナルド・ダックのあの競馬で入ってきた時みたいな感じで三連単で入ってきますからうぇーすごい順位ってことで盛りだくさん声が出る声がやったみたいな感じで三連喋りますオッケーでーすお願いしますじゃあ聞くわはっはっブビオキュウって入ってくるっていうねあーやっとやってくれまあ、ドアもできるんちゃうお前お前ふざけんなよお前さねえこれドアもできるんちゃうなんだと思ってんのあなたよく一緒にやれるわかるよく一緒にやれるこんな無茶ぶりもんほんと最低なんてこんなエグい振りないよごめんごめんごめん謝ってくれる友達辞めたくないから一応ね一応ねいや盛り上がりましたけれどもありがとうねありがとうございますまた来年もちょっと一緒に動画とか撮ったり一緒に YouTube 盛り上げていきましょうはいよろしくお願いしますお願いしますバイバーイはいということでカスタソの2人来てくれましょうやりましたお久しぶりですありがとうお久しぶりですありがとうございますいつぶりだ結構久しぶりだよねねうんなんか会ってましたけどね俺焼肉行ったんで焼肉行った行ったあっちゃんのすいませんリリースおめでとう。あ、そうだ。おめでとう焼肉。おめでとう焼肉してきました。みんなでお祝いして。まあただ今回はそんなおめでたい話じゃない。え、何？え、なんで真相の顔してんの？アムギリさんから。え、え、僕から二人に聞いて。アムギリさん聞いて。いいですか？え、何？お二人何かモノマネ持ってますか？落ち込んでるから体調悪いよガーンみたいな出てますけどガーンがまず持ってるか持ってないかっていうのを聞きたくてないですあ、ないえ、1個もっすかえ、一応1個あんだやったことあるやつならおぉすごいあります何あの、ヒロアカのおぉゆうちゃんおぉーあれ、やったっけ一回やったことあるそう、ふざけてる時にねふざけてるだからその動画に出すレベルじゃないです全然あーそうかこの企画の通りですよ誰でも一人一個はモノマネ持ってる説っていう説あ、そういうことええ。せっかくなんでちょっと見せていただいてあ、ヤマトなんか、ヤマト検証済み持ってるか持ってないかあ、持ってるか持ってないか一回聞けて一回聞いてけどそのコムドットチャンネル恐怖症にはなってほしくないからうんだから分かった、オッケーじゃあヒューガがやるか、つゆちゃんつゆちゃんつゆちゃん、じゃあつゆちゃんのさ、ワード教えてあ、って言うのゆうたが、あのアニメ見てるあ、そうか、似てるか似てないかはゆうたが判断するジャッジ声もわかんないけど、なんとなく似てる似てない、俺がやってみたいと思いますほいつゆちゃんって呼んでまあ、ひどいみたいな、これ違うのにどうですか、似てますか似てませんかゲロ似てないですあ、似てないですねごめん、あの漫画でしか読んだことないからあー、な声もわかんなかったしまどちゃん、なんもないですかこうやってしたことはないんですけどえ、一回も一回もないですかえ、ないっけ出したことないし人生で一回モノマネとかないですかないけど、あるプライベートいや、でももうそんなお見せできんだ、だ、誰レールガンの黒子あーわかるレールガンえ、わからんえ、ちょっと向かいすぎるアニメがねえ、でも全然嫌やえ、わかる絶対わかんないわかる絶対見たわかんないえ、え、え、絶対見たわかんないええ、ネイルガンのトリコどうぞ話してスーパートトリコじゃないやばいやスーパートネイルガンの黒子でもネイルガンは広がるけどわかんない見たことないわかんないって相当すいや、絵見たらわかるわ有名なキャラではちょっと見たい絶対、ちょっと分かってほしいなんて言うんだろうね。あ、見たことあるほら、みんな、ほら、こっちこっち、この人あ、じゃ結構女の子だそう、結構女の子、この人の、なんていうのジャッジメントですジャッジメントですわですのですあ、じゃあお嬢様系だねそうじゃあそれちょっとじゃあ誰か一旦予想でやるかいや、でも、もう出しても一旦いやいや、大丈夫ですよいやいやいやヤマト、ヤマト、すごいヤマトヤマト、予想でやろうあ、ヤマトがやるヤマトがやりたかった謎の時間じゃんじゃあやりますけど一回見てまあ、無茶振りしてるからそうそう、俺らのやっぱ傷つかないお願いします。いきます。
ジャッジメントですよ。ダメです。似てない似てない。あ、似てるの似てないとかじゃないです。ユーマから、いやユーマお嬢さんだから。お嬢さんだから。ユーマ任せてください。ジャッジメントです。ジャッジメントですの。お惜しいかも。惜しいかも。出ちゃったね。大丈夫ですか、この似てない二人の見せられてやりたくなんないですか、正解出したいみたいな。まあそうだよね、な視聴者さんは正解が分かんないわけだから。俺なんかエグ破壊的だったし、破壊的だったから。最後二人がもしちょっとでもやっていいかなっていう気持ちがあるんだったら、まあ、腕まくりはしてるよ。あ、エグ、すごい。ここまで貯めていただいて、なんか一緒に傷ついたって感じで。多分ね、一番最初にやっとくべきだったよ、うちら。え、間違えたな。いやでも全然大丈夫です。いや大丈夫、そのやった後にもういっぱいやるから俺ら。クオリティではないもんね。クオリティじゃない。やるかやらないか。いきます。お願いします。あ、じゃあいい、いいですか。うん、いいよ。どうぞ。うん。緑やくん。そう、ゆきょんって呼んで。あ、めちゃめちゃ似てるわ。似てる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 。めちゃめちゃ似てる。めちゃ似てるわ。漫画しか読まない。だから知らん。正解知らねえだ。想像で分かる。めちゃめちゃ似てるわ。すごい。やったー。すごい。おすごい。イエーイ。すごい。まあもう説に一生ですよ。すみません、ジャッジメントですの。あ、ですの。でも言っても正解誰も分からんもんだろ。だけどさ、掴みたいな。いきます。お願いします。ジャッジメントですな。似てる似てる。これすごい似てるな。似てる似てる。マジで似てる。あ、よかった似てる。こんな感じじゃなかった。結構似てたんですよ。似てるって上がっただけだったから。ジャッジメントですな。なるほど。え、二人一遍は。あ、二人一遍は守る。え、一緒なんじゃない。あ、確かに。で、タイトルのね、せーの、ジャッジメントですな。聞いたから。さっきの違うから。マタソさんのモノマネだもん。これは似てるんだろうなっていうのは。嬉しい。すいません、二人の渾身の一発を出していただいて。ありがとうございます。本当にすいません。せっかくなんで。わ、欲しかったやつ。皆さんに今日渡ししてるんですけど。おえ、え、嬉しい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 。動画外で渡してるんですけど、せっかくなんでちょっと選んでいただこう。でもこれ選ぶのさ、結構気まずいよ。気まずいよ。気まずくない、好きな色とか。大丈夫、その散々いろいろされてきてるから。え、私見てるし。そうそうそう。おえ、やった。おお、いい水色だよ。もう一個ぐらい。カスちゃん水色大好きだもんね。水色大好き。え、もう一個いいの。エアピンガン。え、これ水色。青ラブだね。あー、シュワシュワして。え、かわいいこれ。え、かわいい。え、緑がいいよ。緑がいい。おぉ、え、緑がいい。じゃあ、あっちゃん。よし、人手だから。よし、お子ちゃまっちゃん期待してた。え、かわいい。ありがとうございます。ぜひ使っていただけたら。ありがとうございます。わかります。いや、本当に逆にごめんね。マジでありがとうございました。ありがとう。ありがとう。また呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでラストテオさん来ていただきました。はい、ロミネッセさん。おお、エンデバー。どうも、エンデバーです。ちょっと、ちょっと、もう終わりだ。もう動画落としてる。もう動画落としてる。すごい終わっちゃう。なんすごい。もう動画落としてる。終わっちゃう。なんかしちゃった。予想外すぎちゃう。すいません、終わっちゃったんで。今日の企画なんですけども、エンデバー行ったら終わり。あ、違う違う違う。そんな一回聞いてください、企画を。一回行こう、一回行こう。俺もパカラパカラでボケてたから。ロミネッセさん、どうなったって。いいですか、じゃあ企画言います。はい、本日の企画、人間誰しも一人モノマネ持ってる説。で、読み出したら挨拶がモノマネって伝えてないけど。伝えてない、全く伝えてない。伝えてない。早っ。女の子のクリエイターとかも結構出てきてもらったんですけど、普段モノマネしないような子も意外とモノマネを持っていて、はい、うん、そのモノマネをちょっと泣く泣くお願いしてやってもらって、はい、似てたり似てなかったりなんですけど、はい、テオさん結構モノマネとかは企画でもやられましたもん。やっぱりある。めっちゃある。だし冒頭でやってきてるから。めっちゃ似てたしな。なんか他ちょっといただけたりするやつあるんですか、渾身のやつというか。モノマネ1回やってって言ったらこれやるわみたいな。あ、一番最初はもうこれです。ストットルボタッシュ。おお、こっちだ。おお、まあまあまあ、こんなクオリティが高い。すげえ。バーリエルフィ先輩。うわー、バトルバトルバトル、えぐい。え、うまこんなんはもう余裕ですね。めちゃくちゃうまいな、しかも。え、誰が一番うまかったの。みゆちゃんのミリオン。うわー、結局みゆちゃんのミリオンが。みゆのあれうまいね。
マジでうまいと思った。あとユータのティーチとかも似てました。おティーチ、おティーチできます。ティーチはできないですか、さすがに。ズハハハ、人の夢は終わらねえ。聞き出し多すぎる。すげえ。いや、ユータこの後だったらちょっとできない、さすがに。あ、まあできないか。けど味違うけどね。まあそう、まあ、ちょっとあのセリフが違うんで、もともとチョイスしてるセリフから違うんで、ユータ。なるほど、やりますでしょ。うん、その夢は終わらねえ、やりがちじゃないですか。やりがちだわ。僕のティーチはこのジェリーパイ食ってみろよ。いや、改めてやばい、改めておもろいですよ。やばい、おもろいですよ。ジェリーパイ進めてくるコーヒーで目いってるやん。このジェリーパイ食ってみろ。そのセリフがあったかどうかも定かではない。ちょっと多分違うセリフなんだろうね。だから面白いです。ユータオリジナルにやらさせていただいて、変えてんのがおもろい。いや、でもダントツっすね。テオ君が一番持ってるし、一番似てるし。あれ、マジ？あ、ありがとうございました。すいません、急にこんな変なことして。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと、あのグレッツ、つかまわろ、グレッフォルダードを買ったの。これ、多分年内最後の出演ですよ、テオ君。このチャンネルで。いや、素敵でした。素敵でしたよ。でも挨拶だけさせてください、さすがに。もう今年最後なんで。テオさん、はい、今年もテオさんたくさんお世話になりました。お世話になりました。こちらこそです。あの、YouTube の曲ね、一緒にやらさせていただいたり、うん、まあ、実はここからあのスカイピースのチャンネルでコラボ動画を撮らせていただくというか、まあ、制作させていただく、はい、ということで。すごい。や、いや、来年はちょっとまた一緒に面白いことやりたくないですね。いやー、やろう。もうなんか、もっとだね。もっと、今年ちょっと一瞬ね、うん、お互い忙しすぎて離れたから、はい、そこもちょい一緒にやっていきたい。来年はがっつり、うん、YouTube に活況を取り戻していく2組だと思います。うんうん、よろしくお願いします。いや、まあ、マジ本当にそうよ。これマジそうっすよね。うん、なんかちょっとスカイピースも本当に大事なのよ。自分たちで言っちゃうからなんかあれなんだけど、いろんな人からも言われるし、やっぱ YouTube 以外もこう広めたりとか、はいはいはい、こう下とコラボすることでムクエナとかを発見できたりとかね、うん、もう上からになっちゃうけど、ムクエナが言ってくれるから。だからこういう動きをこうスカイピースとかコムドットは結構してるから、そういうのをこうなくしちゃうときっと新しい人も出づらくなっちゃったりとかするから、うん、いやマジで頑張ろうって思って、そこはこうなんかね、嫌なこと言われたりでたくさんするけど、 YouTube 盛り上げていくっていう気持ちは多分俺たちも一緒だから、そこはもう誰に邪魔されようと頑張っていこう。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございます。頑張っていこう。最高のスピーチです。最高スピーチです。ありがとうございました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 。はい、ということでこれで企画終了です。改めて本日の企画、人間誰しも一つはモノマネ持ってる説ということで、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃおもろかったな。おもろかった。まあ、コラボっていうのは基本的に、まあ、こういう企画やりたいんですけどみたいに言ってコラボとかさせてもらうんだけど、この企画は準備してほしくなかったっていうのもあって、とっさに出したモノマネに美学があるのかなっていうところで、あの、まあ、いろんなモノマネが飛び出しましたけど、うん、意外にその出してないモノマネとかも本邦初公開で結構出たでしょ多分。はい、いや、でもやっぱ久しぶりにね、あのこういうふうにいろんなクリエイターの方に出ていただく動画を撮ったんですけど、やっぱ楽しいし面白いし、なんか改めて最初はさ、あの、なんて初対面でコラボとかいう感じでさ、結構お互い緊張しながら撮った動画とかも多分今残ってると思うんですけど、もう今となってはね、いろんなクリエイター仲良くて、で今日またあのスカイピースが作ってくれた歌で、スカイピースが作ってくれたステージで一瞬こう出させてもらって、やっぱすごかったよね。楽しかったよね。バイブでやってくれるからみんな仲良くいられるからね。うん、ここは本当スカイピースの凄さっていうものをやっぱクリエイターは特にやっぱ感じるし、やっぱそれを口にしていくべきだと思う。感じるべきだし口にするべきだ、うん、視聴者のみんなはさ、やっぱその裏側のことだから分かんないかもしれないけど、やっぱスカイピースってすげえなっていう、まあ、みんな今年いろんな仕事が増えて忙しくなっていく中で、最後スカイピースがこう一緒に集まろうよって言って作ってくれた曲なんで、改めて2人本当にお疲れ様でした。よっしゃ。いや、来年もやっぱいっぱいクリエイターと一緒に面白い動画撮りたいなと思ったんで、コラボウィークとか今年は多分できてないよ。できてないね。うん、できてないんで、来年はまた YouTube に改めて結構入れ直して頑張っていきたいなと思うので、いろんなクリエイターとのコラボも楽しみにしていただけたらなと思います。そして改めてゆうまちゃん、お疲れ様。おー、来た。お疲れ様。ナイスバリティーでした。そうでした、そうでした。今日はゆうまが2曲輝いてたからね。そう、俺らはちょっとあの手を振るとか掛け声とかしかできなかった。で最後、来年何かやりたいことありますかっていうことで、ユーマのパートやっちゃったんで、来年は5人の曲作りたいですっていうことを宣言したんで、また有言実行していかなきゃならないということで、はい、ぜひあの5人の楽曲制作もね、していこうと思うので、そちらも楽しみにしてください。よろしくお願いします。
今日の動画面白いなと思ったらぜひぜひ高評価、コメント、そして概要欄には今日出てくれたクリエイターのチャンネル貼ってあるので、ぜひ飛んでチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でバイビー。